ございます。大久さん、ございます。シャローン、シャローン。今日は、7月の9ですね。リエさん、マリちゃん、ハレリア。7月9日朝の電動放送です。ロッテンさん、おはようございます。太陽さん、ハレリア。ヤコブさん、おはようございます。今日は寒いですよ、皆さんね。見てください、これコート着てるんですよ。このぐらい寒いんですね。ユウさん、おはようございます。まあ、特にですね、オートバイ乗りますから。で、オートバイ乗るっていうことはですね、まあ、普通よりもちょっとこう来ます。風が当たりますから。ですから、まあ、これを着てるわけですけど、まあ、これ着て暑くないですね。ちょうどいいぐらいですね。はい、ともさん、ハレリア。どこをお見せしましょうかね。いつも同じ景色で申し訳ありません。ここは、まあ、気に入っています。電波がいいっていうことと、それからまあ、人がいないっていうことと、そうですね、まあ、いろいろベンチがあるとかね。あやぽんさん、おはようございます。ここはですね、非常に、はなさん、おはようございます。ここは、非常にですね、なんて言うんでしょうかね、まあ、ブランコもあるし、まあ、いろいろ放送しやすいと言いましょうかね。放送しやすいです。まあ、電波が一番ですね。いろんなとこ行きましたけど、ここが一番電波がいいんじゃないかと思うんです。やはり、電波が一番大事ですね。やはりコミュニケーション、コミュニケーションを取るためには、その、ツールと言いましょうか、まあ、この放送のツールは電波ですね。ハナさん、朝の緑やお花を見ると癒されます。そうですね、本当に緑はね、癒しの色ですよね。神様がこの緑の木々を作られたのは、やはり私たちを癒すためですね。私たちを癒すために緑を作られました。偶然ではありません。神様の知恵はすごいです。神様の知恵はすごい。昨日はですね、まあ、脳内物質、セロトニンとかドーパミンとか、エンドルフィンとか、いろいろ脳内物質の話をしましたけど、まあ、神様はですね、すごいです。もう本当に私たちは、あ、リュウビさん、おはようございます。神様の作られたものはすごい。もうまだ科学ではまだまだわからない部分がたくさんあるんです。枯れ木は悪魔の仕業ですか。まあ、枯れ木はですね、まあ、いろんな理由で枯れ木になりますが、やはりそれは何かを表してますね。命がなくなると枯れてしまう。命がなくなると枯れてしまう。それは動物も植物もそうですが、特に人間はそうです。人間はイエス様を信じないと、イエス様とつながってないと枯れてしまいます。多くの人は枯れているんです。多くの人は枯れています。砂漠には緑がほとんどありません。東京砂漠という、あれ 歌でしょうかね、東京砂漠という歌が昔ありましたけど、まあ、霊的にはですね、物質的には東京は華やかのように見えて、霊的にはまあ砂漠ですよね。都会というのは霊的には砂漠だと思います。私は石か。納豆さん、池本さん、寒いですよ。コート着てますね。これ着て寒いってことはないけど、これ着てちょうどいいですね。今日のタイトルはですね、今日のタイトルは、
あなたは神殿の石である。あなたは神殿の石である。さあ皆さん、おはようございます。どういうことでしょうか。第一神殿、第二神殿というのがエルサレムにありました。それはですね、大きな石によって積み上げられています。まあ、日本のですね、お城もですね、下の方は石垣ですよね。神殿、日本のお城も下の方は石垣ですが、その石が積まれて、まあ、皆さんこれ見てください、ね、これはまあ、これも石垣といえば石垣ですが、こう石がこう石が積まれています。日本のお城は、ね、こういう、これはまあちょっとね、四角っぽいですけど、もっと天然石のもあるし、いろんな石垣がありますけど、これはですね、まあ、石を積み上げて、建物を作ります。まあ、レンガなんかもそうですね。日本にはレンガの家はあまりないですけど、世界にはですね、レンガをこう積み立て、またブロックを積み上げて作る家はたくさんあります。ですからそういう意味ではですね、レンガで作った家とかブロックで作った家は意外と安くできるわけですね。日本で家を建てると言ったらもう、まあ、1000万とか2000万とかかかるでしょうけど、世界でですね、まあ、レンガとかブロックで家を作るともう100万円、200万円、300万円ぐらいで家ができちゃうという、本来ね、そういう安く家ができるといいですが、ブロックは地震が来たら危ない。そうですね、地震が来て怖いのはですね、まあ、石でできた家は怖いですね。石が崩れたら石の下敷きになって多くの人が死んでしまいます。まあ、木造の怖いのは火事ですよね。木造が怖いのは火事ですが、最近はまあ、不燃材料って言いましょうかね、まあ、燃えないような建材がありますから、木造でもあまり火事が起きにくくなってるんではないかと思うんですが、石で作った家は非常に怖い。トルコとかああいうところはなんか怖そうな、地震で、中東の方は石でできてる感じがしますよね。それでタイトルいきます、あなたは神殿の石ですというのはどういうことでしょう。皆さん、雪の結晶知ってますよね。雪の結晶は六角形です。で、なぜ六角形かというと、まあ、水の分子が H2O 知ってますよね。 H2O っていうのは酸素が1個で水素が2個ということですが、その H2O の分子がですね、まあ、くっついて、まあ、要するに氷というのは水が固体になるので、水の分子がくっつくと固体になるわけです。そしてその水は水素が2個、酸素が1個、ね、O が酸素で1個で、 H が水素で2個で H2O になります。で、その水の分子がくっつくとどうなるかというと、水素結合という形でくっつくんですね。水の H2O と H2O と H2O とかがくっついていくわけですが、そうなると、酸素に、3つの水素がくっつくようになるんですね。バラバラの場合は2個しかないんですけど、分子がくっつくと酸素分子に3つの水素がくっつきます。となると皆さん考えてください。円はですね、円というか角度は
全部で円の角度っていうか360度ですよね。角度の一周は360。それが3つの水素でくっつくわけです。そうすると3で割ると120ですね。120、つまり、その酸素原子の周りに3つの水素がくっついているということは120度ずつくっついているということです。わかりますか？120度ずつくっついている。そうしますとね、120度というのは何かというと六角形の、ね、六角形のその角度、内角ですね。内角は120度なんですね。120で六角形になるわけです。つまり、その水素原、酸素原子に水素原子が3つくっついていることによって120度という角度ができて、その120度という角度のゆえに六角形ができる。雪の結晶が六角形な理由がそうだそうです。難しいね。私もまあ分かったようで分かんないようで、まあとにかく、雪の結晶が六角形の理由があるということですね。そして私が言いたいのは、ね、何かこう雪の核になるもの、埃とかなんか核になるらしいですが、その、埃みたいなのがに水の分子がつきます。そして次にどん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 水の分子ができると、まあその結晶ができるわけですが、六角形の結晶ができます。ポイントはですね、まあその一個一個の分子がくっついていくということですね。一個一個の 分子が雪にこうくっついて、結局六角形というきれいな結晶ができるということです。ゆずけさん、お久しぶりです。そしてその温度ですね、マイナス20度とかマイナス12度とかマイナス、その温度によってその結晶の形がいろいろできるんだそうです。これは神様の知恵ですね。神様の英知だと思います。皆さん、雪の結晶見たことありますか？私の、録画の中にも、ね、雪の結晶を映した録画があります。肉眼でもよくね、寒い日は肉眼でも六角形が見えるんですよ。私が言いたいのはですね、神様は、ね、こうくっついて何かを作るということですね。雪の結晶ですら水の分子がくっついて結晶ができます。私たちは工場でいろんなものを作りますが、工場で製品を作るときに、まあアッセンブリーと言いましてね、アッセンブルと言いまして、まあ、部品を組み立てます。部品を組み立てて製品ができます。スマホもそうですし、パソコンもそうですし、全ての製品はおおよそ、部品を組み立ててできます。神様の創造というのはそういうものだということですね。全てが、こうつながって組み合わされて、特定の働きができる。多分ですね、スマホとかパソコンというのはすごい部品が組み合わさってると思いますけど、それは、まあもし機能しないならどっかがトラブルがあると機能しません。人間の体もそうですね。人間の体も目と鼻と口と耳とね、心臓と胃と、いろんな部品が組み合わさって人間の体があります。もし、視覚神経が切れたら見えなくなるしね、この何でしょうかね、口、舌の運動神経が切れたら喋れなくなるし、脳梗塞になったらこうね、体が半身麻痺になるし、
まあ、とにかく人間もいろんな部品が組み合わさってます。そしてそれはですね、工場で作ったものではなくて、神様がですね、母親の体の中で、組み立てたと聖書に書いてありますが、まさしく人間の体は母親の、その胎の中で組み立てられた、ものすごいよくできた、神様に似せた、その存在ですね。まあ、言いたいのは、私たちの体もいろんな器官によって組み合わされて一つの体として出来上がっているということを言いたいのです。そして皆さんもイエス・キリストを信じると、イエス様という神殿、神殿というのはまあ体だとすれば、神殿ができているのは石が積み上がってできています。皆さんもイエス・キリストを信じると、私たちの心も神殿になりますが、しかし、その教会という神殿と言ったらいいでしょうか、クリスチャンが集まっている神殿と言ったらいいでしょうか、その神殿は石が積み上がって、神殿ができるわけですけど、その石と石がぴったり、ね、ぴったり、組み合わされると頑丈です。よく言いますよね、なんかこう石と石がね、もう隙間がないほどぴったりしてる城壁とか、そういう石垣というのは、もう本当に信じられないような、こう何でしょうかね、ぴったし感というか、そういう城壁がありますよね。私たちも、そういう意味で神の愛で、結ばれていると書いてあります。私たちクリスチャンは神の愛で石と石の間に、セメントみたいな、セメントによってくっついて丈夫な城壁を作ることができます。しかしそれはイエス・キリストを信じてこそ、イエス・キリストを信じてこそ、それは、城壁の石になることができます。そしてその礎石は何でしょうか。礎石というのは土台の石ということです。その土台の石はイエス様です。イエス様が、礎石と言います。土台の石です。その土台の石に、石が組み合わされています。聖書によるとイエス様は、イスラエルの礎石にもかかわらず、イスラエルはその礎石を、投げ捨てた、礎石を投げ捨てた、つまりイエス様を、ね、こう捨ててしまって見捨てたんです。そこにイスラエルの悲劇があります。しかしそのイエス様の礎石に異邦人が信仰を持ってイエス様の上に積み上げられています。兄弟姉妹の皆さんは神殿の石です。皆さんは神殿の石です。皆さんは信仰によって積み上げられて、皆さんは神の素晴らしい神殿の一部になっています。またよくイエス様、教会はイエス様の体と言われていますが、私たちは兄弟の体の、一部なんですね、教会の体の一部です。悪魔はですね、その、人間関係を壊そうとしています。悪魔はですね、人間関係を壊し、神殿を壊そうとしています。十字架というのはですね、皆さん、十字架というのは悪魔がイエス様の体を傷つけ、バラバラにしようとしているのが十字架です。しかし神様はそのイエス様の体がバラバラになることを通して、その流された血によって新しく、人々を清め、人々をもう一度キリストの体として立て上げる、
それが福音です。それが福音です。悪魔はイエス様のお体を、壊しましたけれど、神様はそのことを通して人類の神殿、イエス・キリストの体である教会を建て上げようとしている。そこに神様の英知があります。皆さん DNA って分かりますか？ DNA、 デオキシリボ核酸っていうんですけど、まあ、遺伝子ですよね。遺伝子は4つの塩基でできています。日本語は50音でできてますし、英語は26文字でできてます。コンピューターの言語は二進法で、1と0、スイッチオンとスイッチオフの二進法がコンピューターの言語ですよ皆さん。1010011、そのコンピューター言語によって、コンピューターのソフトプログラムができています。しかし塩基の、DNA の言語は4つの文字、アデシン、チミン、シトシン、グアニン4つの塩基の文字で、DNA ができているんです。そしてそれはコンピューターのプログラムのようにコーディングといって、タンパク質を、主にタンパク質を作るためのきれいな羅列があります。それはまさに神様の文字と言ったらいいでしょうか。それも、神が作り上げたデザインです。DNA は細胞ごとにあって複製しています。すごいですよね。遺伝子が複製されて、複雑な遺伝子が同じ遺伝子として複製されています。私たちもイエス様を信じて、私たちの心の中に聖霊様が入ると、同じ神の遺伝子、聖霊様を神の遺伝子とするならば、私たちは細胞ごとに遺伝子、同じ遺伝子があるように、私たちも神の遺伝子、聖霊様を受けてこそ同じ遺伝子を持つということになるでしょう。私たちは肉体的な遺伝子は一人一人違うかもしれない。しかし、霊的な遺伝子は、電波が悪い、霊的な遺伝子は、聖霊様であって、私たちは同じイエス様の血を受けて、同じ遺伝子を持っている、同じ血を持っている。そういう意味で私たちはキリストの体の一部になれるんですね。そこに、カブトムシがいますかって聞いてますね。 No They are not beetles here、ね、しおりさん、信じますよ。私は教会で一瞬イエス・キリストを見ました。素晴らしい、いいですね、素晴らしい。教会でイエス様を見た、いいですね。天使を見た人もいます。イエス様を見た人もいます。ユビさん、キリストの肝臓になるか。いいですよ、肝臓でも心臓でも腎臓でもキリストの一部になりましょう。そして、器官というのは何ですか。器官というのは一緒に働いて体の機能をします。協力してこそ体はいろんなことができます。と同じように、私たちもイエス・キリストに会って協力し、聖霊に導かれて協力し、神の働きができるんです。兄弟姉妹の皆さん、私たちの生きる目的はそこにあるんです。世の中は個人主義でバラバラで生きていて、自分の目的、自分の都合で生きています。それがこの世です。この世は個人主義でバラバラ主義です。一緒に協力することは、あったとしても本当の協力ではなく、お金のための協力です。会社がそうですね。会社は一緒に会社の目的をしています。しかし多くの場合はお金が目的で
まあ仕方なく一緒に仕事をしています。でもそれは本当の仕事じゃないんですね。本当の仕事じゃありません。本当の仕事は、イエス・キリストに会って一緒に神の愛で結ばれて、イエス様の目的、お金ではなくイエス様の目的のために一緒に協力する、神の国を立て上げる、神殿を立て上げる、それがですね、私たちの本当の生きる目的です。皆さんは神殿の石になったんです。皆さんは神殿の石になり、そしてまた神殿の石を積み上げる、建築家でもあります。私たちは、イエス・キリストを信じる人を集め、神殿の石として積み上げます。キリストの体を立て上げているのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちはキリストの体を立て上げているんです。私は教会でキリスト様に話しかけられました。わあ、すごいですね。勝利さん、なんて言われたんですか。イエス様は何と言われましたか。キリストは実在したのですか。もちろんです。もちろん、苔が生えるしナメクジが登ってくる。実はね、この公園はですね、苔がすごいんですね。まあ石苔ではないんですけど、皆さん、こう木にですね、木にこういう苔がね、すごい、すごいです。苔が綺麗ですよ。あ、緑の絨毯みたいな。こういうね、苔もたくさんありますね。まあ確かに石にもね、石にも苔が生えるかもしれません。イエス様によく来たね、私の子よ。わあ、素晴らしいですね。しおりさん、すごい。イエス様にね、よく来たね、私の子よ。素晴らしいですね。よく来たね、私の子よ。羨ましいですね。羨ましいですね。節子さん、おはようございます。シャンさん、おはようございます。モーカさんもね、節子さんも、アコヤさんも、イエス様に夢で会ってまた天国にも行きました。羨ましいですね。皆さんの中にもだんだんですね、イエス様の声を聞いたり、イエス様が夢に現れたり、また天国に行く方も増えてくるではないでしょうか。キャプテンアメリカさん、 Hope you have a wonderful day。 まあいい日を送ってくださいということで、ね、ルルさん、すごい。皆さん、分かりましたか。罪というのは人間関係を破壊し、神殿を破壊し、神の作りたいものを破壊します。しかし私たちは人を許して、人を愛して、隣人を自分のように愛して、私たちは人間関係を作ります。皆さん、人間関係を大事にしてください。罪というのは人間関係を壊すのです。私たちは敵をも愛し、イエス様は敵を愛しなさいと言いました。皆さん、敵を愛するってすごいですよね。敵を愛するほどに人間関係を作り上げ、組み立て、私たちはサタンの、策略に対抗しなければいけません。もう一度言います。サタンは人間関係を壊し、社会をバラバラにしようとしているんです。しかしイエス様は神の愛で人を許し、人を愛し、
私たちは自分のように隣人を愛し、神殿を作る必要があるんです。一緒に皆さん、一緒に素晴らしい神殿を作りませんか？一緒に神の建物を作りませんか？一緒にキリストの体を作りませんか？それが信仰です。それが信仰です。私たちは神殿の石です。神殿の石です。明かしタイム行きましょう。明かしタイム。イエス様を信じて。イエス様を信じて。ああ、私は私一人の人生ではなかった。私はキリストの体の一器官、神殿の石として、一緒にイエスキリストに会って、一緒に生きる、一緒に生きることこそ本当の人生だということが分かった証し。兄弟姉妹と協力して、兄弟姉妹と協力して神様の御心を行うことが、人生の目的だということが分かった証し。スタート。スタート。ジデロンさん、花火大会に参加してもいいでしょうか？いいと思いますが、ただ、この世的に参加しないで、神様に栄光を返し、神様に感謝するような形で花火を見てください、ね、飲み食いのようなどんちゃん騒ぎのような花火大会は良くないと思います。シャンさん、今日も兄弟姉妹の方々と共に神の愛を感じる一日にしたいです。そうです、私たちの日々は、兄弟姉妹と、愛し合って交わること、兄弟姉妹と励まし合うこと、祈り合うこと、それが私たちの一日です。しおりさん、世の中には営利目的の宗教が多いですが、キリスト教は逆に与えてくれます。アメン、アメン、本当にそうです。すべては神様の恵みです。すべて神様の恵みです。節子さん、イエス様に夢で出会い、兄弟姉妹愛し合いなさいという御言葉を大切にしようと思いました。アメン。いいですね、節子さん、イエス様にお会いしました。忍坊さん、忍坊さん、イエス様のおかげで統一教会脱会できました。ヤコブさん、貧しい時ほど与えた方がいいような気がする。アメン。トモさん、牧師の配信を見て一日が始まります。マサさん、おはようございます。ユビさん、一人っ子だから誰とも愛し合えないな。ユビさん、イエス様を信じれば兄弟姉妹がたくさんいます。世界中にもうものすごく兄弟姉妹がたくさんいます。イエス様を信じてない人は、まあ、一人っ子と言えるでしょう。まあ、兄弟姉妹がいないという意味でね。イエス様を信じない人は、孤独です。一人っ子です。しかしイエス・キリストを信じると数えきれない兄弟姉妹が与えられます。モーカさん、私も兄弟姉妹と共にイエス様の体の一部、神殿の石となりたいです。イエス様が夢に出てきてくださった日から何かが変わりました。愛でたくさんの人が救われてほしいと願うようになりました。イエス様と出会ってから変わった、いいですね。イエス様と出会ってから変わった、何かが変わった、素晴らしいです。ヤコブさん、僕もイエス様の神殿の
礎石になれるかな。礎石はイエス様だけですね。私たちは礎石ではなくて、神殿の一つの石ですね。 石です。シャンさん、イエス様から素晴らしい祝福と油注がれると、私たちも信じて今日も一緒に祈りましょう。祝福と油注ぎがあります。祝福と油注ぎがあります。キューちゃんは私のお兄ちゃんなの。そうですね、兄弟姉妹ですから。私は、皆さんのお兄さんですよ。教会ではですね、まあ、最近は言わないかもしれませんが、なんとか K とかなんとか姉、氏って言いますね。例えば、まあ、兄って書いて K、麻生 K とかね、旧 K とかね、から女性だったら姉って書いて麻生氏とか麻生姉とかね、教会ではそういう言い方をします。兄貴会いたかったぜ、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、皆さん、私たちは、この作られた世界を見て、全てのものは、分子が組み合わされて、または原子が組み合わされて、いろんな物質ができています。もう化学物質は数えきれないほどの種類があります。つまり私たち人間もですね、いろいろ組み合わされると素晴らしいものができると言えるでしょう。教会もいろんな働きがあります。その集まっている兄弟姉妹によってその教会の性質があります。その、教会にはそれぞれの働きがあります。ですから私たちも、皆さん、この放送もある意味では一緒に集まって、兄弟姉妹が一緒に集まって伝道しているとも言えるでしょう。まあ、この、集まりは、まあ、ネットを通して伝道している集まりとも言えるでしょう。皆さんの証が、神様の働きをしていますよ。シャンさん、質問です。カトリック信徒はなぜホーリーネームがあるんでしょう。聖書の中にですね、こう、まあ、名前をつけるということがあるんですね。名前をつける、新しく生まれ変わる、神の子として生まれるので、まあ、名前をつけるということではないかと思います。パウロもですね、サウルからパウロになりました。それからペテロもですね、ペテロもシモンからペテロになりました。まあ、ケパというんですけどね、ケパ、はい。そういうわけで皆さん、私たちは生きる目的はものすごく素晴らしい目的があるんです。肉のために、欲のために私たちは生きるのではありません。虚しいことのために生きるのではありません。この世的なことで生きるのではありません。もっと永遠の目的、イエス様の目的、神の国を立て上げるという目的、神殿を立て上げるという目的、そして私たち自身が神殿の石になるという目的。皆さん、人生の目的はそういう素晴らしい目的なんです。もうこの世と滅びるようなことのために生きるのではありません。永遠に残るために、永遠に残るための人生の目的です。ぜひ皆さん一緒に、神殿の石になりましょう、ね、神殿の石になりましょう。今日の放送を聞いて、そうなんだ、今までは自分のための人生だったけど、そうではなく、これからはイエス様のために
神殿の石になって、イエス様の体の一部になって、生きていこう。兄弟姉妹一緒に協力して愛し合って生きていこう。そう思う方はアメンと言ってください。アメン。兄弟姉妹と愛の絆で愛し合って、イエス様の福音という素晴らしい働きを、自分の人生をかけて、自分の人生をかけて、自分を捧げて、自分を捧げてイエス様のために生きていこう。イエス様のために、何かをしていこう。そう思う方、アメン。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 神殿の石になるためには自分を捨てなければなりません。ああ、私はもうそんな神殿の石になりたくない、体の一機関になりたくない、自分だけで生きていきたい、自分の好きなように生きていきたい、多くの人はそう思います。でもそうならば結局は命を失ってしまいます。心臓だけで生きていくことはできません。肝臓だけで生きていくことはできません。目だけで生きていくことはできません。お互いに必要としてるんです。私たちはお互いに必要なんです。そのことを理解しましょう。私たちは一人では生きていけないのです。口だけで生きてはいけません。歯だけでは生きていけません。お互いに協力することによって、協力することによって一緒に生きていけるんですね。天のお父様、感謝します。私たちは今まではサタンにバラバラにされて、愛し合うことができない、協力することができない、争い、比べ合ってお互いに傷つけてきました。それはサタンの目論みが行われていたということです。しかし私たちは気づきました。私たちは、そのような生き方は良くない、そうではない、私たちは許し合って愛し合って素晴らしい関係を持って一緒に生きて、そしてそれも欲のためではない、お金のためではない、この世の目的ではない、イエス・キリストにある本当の神様の目的、神様の素晴らしい御心、神の国を作り上げ、神の栄光を称え、素晴らしい目的を知ることができました。今アーメンと言った方々が自分の人生を捧げ、自分自身を捧げ、自分を生きた供え物として神様に捧げ、一緒に歩むことができますように。一緒に、一緒に、一致して、一致して、一致して愛し合って、イエス様のために、福音のために、神の栄光のために生きることができますように、彼らを積み上げてください。彼らを神殿の石として、積み上げて、神の DNA としてつながって、素晴らしい神の栄光を表すことができますように、神の愛を表すことができますように。愛し合うことがどんなに素晴らしいことでしょうか。愛し合うことは神の栄光です。愛し合うことは神の栄光です。彼らが素晴らしい栄光を表す器として、素晴らしい人生を送ることができますように。そしてそれは永遠に残ります。彼らを祝福してください。祝福してください。あなたの愛で、あなたの喜びで、あなたの平安で祝福してください。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん喜びましょう。私たちは生きる目的が分かったんです。生きる目的が分かったんです。以前は分かんなかった。以前は知らなかった。以前は何のために生きるか分からなかった。以前は本当に虚しいことのために生きてました。しかし今私たちは尊い素晴らしいことのために生きています。素晴らしいことのために生きています。一緒に歩みましょう。一緒に歩みましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン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 。